寒い中ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。でも真ん中ぐらいかな、まあまあ悪くないんじゃないかな。僕いいっすよ。おいいよ。新年一発目、いいよ、よさげな番号で苦しみますね。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。新年早々、はい、まあ謝らなければいけないというほどのことでもないんですが、はい、財布忘れました。あの番組用の財布忘れました。ああ、ルール覚えてますか？ルール覚えてます、投資額を含まない出前、はいはい、の半分を貯蓄していく、そう投資型番組、そう1枚あたり10円、はいはい、1000枚出たら、1万円をそのお財布に入れていくと。そういうことです。年明けどうですか、そのここに至るまでの、粘れば光あり、今年はそういう年なんじゃないかなと思ってます。つまり、うん、出足めちゃくちゃ悪いです。でこのルールに向いてないですよ。だって3万円使ったら2000枚出しても戻ってこないですからね。2000枚出すと、はい、そうだね、2万円だから3万円使ったら3000枚出さないと、うん、チャラになんない。そうだね。で行きは20スロ、帰り10スロっていう。そうだね、そういうこと、そういうこと。いやまあでもほら、で使わなきゃいいんですよ、お金使わなきゃいい。しかるべきタイミングでは帰ってきますから。まあそうですね、まあまあまあっていうことなんだけど、はい、まあ気持ちよく帰ろうと思ったら、やっぱその日なんとかやっぱプラスで帰らないと。そうですね、いけないよっていうことですね、はい、いろんなね貯蓄型、保険みたいなのありますけど。ありますけど、こういった形もあると。そう、クレア取ったね。はい、クレア好きなんで。であと移動してたで、うん、その店舗内で、ね、そう移動してたりすると結構いいことが多いんじゃないかなって僕のイメージで取りました。あの移動チャンスあるよ、はい、このお店移動チャンスと信頼チャンスままあるから。そうなんですよ。なるほど。だからちょっと気になってたのはニューパルとかもそのジャグラーのメインのコーナーに移ってたんですよ。そうなんです。ディスカップとか手前っか来てるから扱いが良くなってるかもしれないってことで、その辺も気になったら移動してみようかなと、うん、まあ新年一発目ですから、うん、何しろで昨日僕系列で負けてきてますから2万円、うん、じゃあいろいろ引きが溜まってたりとか。そう、ね、しかも前回これ3000万したからね、前回みたいな景気いい貯蓄ができるようにね。そういうことです。まあ何しろ新年一発目です、ね、はい、確実に勝って貯金を増やしましょうという感じでございます、ね、はい、じゃあ次戦の方いただきます。はい、マイジャグ3、昨日の収録というかね、わらび店の時も言ったと思うんですけども、何しろ最近ね朝3000以上使った試しがないんですよ。年明けてから1回もない。毎日言ってるけど、まあこの際ジャグラーとかさ、これノーマルタイプ系に関して言うとさ、立ち上がり命みたいなとこあるじゃないですか。俺は最初からさ 400M とか 500M とかハマったらもうほぼほぼ決着ついちゃうわけで、そこなんとかあの持ち玉でねやりくりして、ね、一段ずつ階段を登っていく、もしくは駆け上がるみたいな立ち上がりになんないと結局いっぱい勝てないんだよね。今日もなんとかね立ち上がりの入りのねハードルは超えましょうよ。速攻で当たりました。投資1000円でございます。スイカ B っていうね、前世で共通 5% ぐらいで当たる、スイカ B というものから、こう中段に揃うスイカからですね、同色2万分の1設定夏差なし2万分の1ぐらいのボーナスを1000円、24ゲームで引いて今から RT でございます。残念、マイジャグじゃねえな。マイジャグじゃねえな。マイジャグじゃねえっすか今日は。あった？あった？投資1000円で一応持ち玉です。初打ちです。そう、いや興味はあったんだよ、打つ機会がなかったんだよな。
お当たってくれ。さあ2ゲーム連続来たんじゃないか。どっちかが引っかって勝ってくれるか。ただ弱い実戦上なんですけど、あるあるなんですけど、ああどっちも当たってない時に限ってやっぱり 引くんですよ。ああそういうのあるんですよね。ああうわーかなーなー頭きて。ああ当たってなかったっす。でもちょっとね、ちょっと今日立ち上がりまずいね、これ。いや、ちょっと、ちょっとまずいな。やばいっす。うん、僕、花火が誰も打ってないじゃないですか。これ、打っとくべきなんじゃねえかと思って。俺、移動しますわ。ちょっと、早めなんですけど、動きとしては早めなんですけど。いや、これ、いや、いつも常連さんが打ってる花火が動いてないんで、今日。そこ気になってんすよ。こういう時こそそこなんじゃねえかっていう、こういう時こそ花火なんじゃねっていうところで、さあ移動してきました花火。いつもね常連さんが打ってるんですけど、まあ、1月6日、お正月明けの月曜ということで、そういった常連さんたちがねいない中で動いてなかったこの花火にあるんじゃねえかなと。ヤマサのテトラリール4号機の時そこそこ打ったんだけどね、シーマスターとかね。お当たったね。インパチ使ってんのかもう。まあそうだな、 RT が肝なんだな。赤七ビッグ5 RT 昇格のチャンス、緑七ビッグ5 RT 昇格時は999ゲームに期待。ビッグ5にナイトモードっていうのに行くんだな。でナイトモード中に特殊リプレイを引くと100ゲームか999ゲームの RT ジャングルタイムに行けますよと。あで20ゲーム間のそのナイトモード中のトグリップ確率が赤75だと57分の1から58分の1、緑7ビッグ5だと70分の1から72分の1で、緑75だと999ゲームの方に振り上げられやすいのかな。だからまあ結局ビッグ引かなきゃ始まらないんだな。レギュラーの方が設定差は大きいけど、あ、なんかすげえ滑った、これ当たったな。あーあっこまで滑って当たってるだろう。な。風鈴もほぼ来ない感じでございます。投資が16,000円、凱旋ぐらい の周りですね。1000円あたり、朝一1000円で同色クレアで引いたときはこんな感じになるとは思ってなかったんですけどね。こうなってくるとズブズブ投資がかさんでくると今日プラスで買えることが難しくなってくる。まあまあな白い方したよ。全部でまあ1万8000円使っちゃってるんですけど、3連続バケ持ち玉でしのいでビッグ。はい、でこっからナイトモード、
赤ななこなんで57分の1から58分の1で、100ゲームの RT 以上999ゲームっていうのもあるんですけど、それは 0.2% から 0.1% なんで、まあまあって感じだな。ちなみにこのライトモードも一応 RT 状態になってるんだね。お、これこれやりました。おー、逆回転、逆回転でリプレイとかある？あるのか。おう、やりました。どうしたもんか、どうしたもんかなんですよ。もう花火の跳ね返り来ねえかなみたいな淡い期待を抱きながら打ってるんですけど、これ移動するタイミングですよね。こういうの飲まれちゃいました。今投資がなんと22,000円。はい、午前中なのにビッグに偏ればとかね、いろんなことを考えるんですけど、もうそろそろ香ばしいジャグラに移動しないとチャラも難しいですよね。マイジャグの早めに捨てられてる台っていうのも見どころなんですけど、迷った隣の台はホッパエラーっていうね、またちょっと前途多難な感じなんですけど、ちょっと香ばしい台を探してみようと思います。なかなかどうしてミラクルもこうおつつけがたいですよね。あ、この辺なのかな、ディスカップ、まあ、ディスカップもありですよね。難しいな、決して島全体がいいとは言えないんだよなって考えると、これ埋もれてる可能性もあるんだよな。この辺掘ってみようかなと思うじゃないですか。今から掘るの怖い、前代系がなさそうだ。でももともと出すって前代やってる時の方が少ないんですよ。最近多かっただけで、もともとちらほら設定入ってますよということなんで、本来のマイジャグの配分になったと思えば、これね、実はビッグとバケどっちもついてきてる台がないんですよね。で、200で捨てられてるこれ十分あるんじゃねえかなということで掘ってみます。意外と生き残ってます。150ゲームぐらいでビッグ3回引いて、まあ800枚あるんですけど、投資が26,000 円いってるんで、この番組のルール的にはまだまだドマイナスと一番きつい展開ですよね。ただこれでね、レギュラーがついてきてくれると、この台の要素的にもかなりプラスになってくるんで、なんとかね終わりまで粘れる台になってくれるといいんですけど、どうでしょう。現在450ゲームぐらいかな。でビッグさんのレギュラーゼロ、まあ、まだ分からんと。帰ってきたよ、もう今チャラぐらいになったよ。下手したらちょっと浮いてんじゃないかっていうね。まあものの700ゲームで4の4ですからすごくいいんだけど、コングダムにこんな簡単に高設定が入るのかっていうね、そこですよね、先入観がある。一般論としてね、
お店がそんな積極的に個性を使う地では決してありませんから。ただまあ一個よりどころとしては、出す東十条の A バラはどんな機種にも入るという、一応過去の、まあ、実績というかね、経緯がありますんで、なんだろう、ちょっと裏書いてじゃないけど、まあ、ここに入ると思ってる人は少ないだろうみたいな感じでいいのが入っちゃってるっていう可能性はなくないんじゃないかと。だからこの並びで言ったらさ、それこそ隣クレアとかさ、番長とかさ、なんだったら藤子とかの方が入りそうなもんじゃない。あとまあ背中のアクロスケ、その裏を書いてのコングダムあると思います。出す東十条ならあると思います。回りっぱノー、逆転、大逆転、コングダムいいね。コングダムいいじゃない。もうね、ディスクしかねえなといった感じで、のらりくらり1500枚ぐらいね出ればいいかなと思ってます。虹色の美倒し見せたいんですけどね、精度 80% ぐらい。おお、出た、やだやだやだ、139ゲーム、怖いな、ご愛嬌、ビタオシはご愛嬌で。緊張するんですよ、緊張する、緊張するんだって、緊張しちゃうんすよ。おお、ラッキー、怖い、なんか怖いな。この話分かりました。これね、これで OK。 あ、そうなんだ。あ、滑ってくるんですね。左リールはどこですか。え、オリホ、オリホ、これか、これ、これをビタ、わかりました、やりましょう。これ左、オリホ、オリホ、これ、おい、じゃあ調子乗ってどこ行こうかな。ホリホ行っちゃおうかな。ホリホダメでした、調子乗りました。ボーナス出玉ともに順調な感じでございますが、もうすぐ終わりです。全然ダンスしないっていうね。ただね、出玉は結構戻ってきましたね。1500枚ぐらいあるんじゃないかな。なんでまあまあまあ、今回のお布施的にはそこそこのお布施ができるんじゃないかなと。とりあえずね、当たりが取れなくなっちゃいましたんで、まあ、ていうかまあ30分しかないんだけどね、もう、まあ、分かんないけどね、あれもどうなんだろうね。え、なんか一見悪いだけには見えないけど、
まあしょうがないね。持ち玉が300枚ないぐらいまでいっちゃったんじゃないかこれ。あれ何枚ぐらい出んの。いや今日は これ負けだろ。まあこれも飲まれたら終わりだね。まあマリブ君が1500枚出てるということですね。まあいいでしょう。さあディスクアップ移動してきてからかなりねメダルが増えて、2万6000都市なんでそこをまくるまでには行ってないんですけど、かなりのね、投資が投資信託わかんないですけど、今回も、お金を預けられることができるんじゃないかなということで、実践の方を終了したいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後も根性っすよね151枚回しました。噂に聞くと飲ましてやめたいみたいな。だけど俺この151万がやっぱ後々大きな意味なしてくるんじゃないかなと思って、だから個人的にはね投資が846枚だから、はい、まあ、700枚弱負けぐらい、はい、600な、まあ、後半だからなんか流してくれたのがすごい。そうだから僕としてはなんかびっくりとかだからありがたい。これで俺1000円一応また貯蓄に回せますんで、はい、うんっていう、はい、辛い展開の中でなんとか残してくれた。そうですね、僕は年2万6000いきまして、はい早かったっす2万6000。いや午前中ですよ。だから今日やばいなと思ったのよ、はい、4万いかれるんじゃないか。あ、だこのルールの素晴らしいところは、はい、お互い使った金額は全くお互いの収支に影響をしてこないっていうことなんで、はい、結局いくら使ってもらおうが、うん、枚数さえ流してもらえれば全く問題がないんですよ ね、はい、まあ前回の吉尾さんのそのね3000枚っていうのがあるんで、そうでしょ、全然何とも言えないんですよ、うん、今回150枚っていうのは、うんうん、ただ僕は今回一応ね、うんうん、少しはお返ししましたよと言った感じで1508枚。素晴らしい。これでいくら大体いくら負けぐらいになる。2万6000円で、まあ、1万5000円寄付するんで、うん、1万円負けぐらいですね。そうでしょ今日僕ぐらいの収支の展開が一番グッとくるかもしれないですね。そうだね。そうなのよ。低い投資で3000枚出したら、まあ、まあ価値額の中からじゃないですか。そうなんだよ。結局増えるからまあいいんだけど、勝ちと負けが逆転する収支っていう。そうなんですね。でもだからこれで俺100枚だから俺1000円貯金できるし、はい、アリブさんは1万5000円貯金できるから、はい、まあ、1万6000円また貯蓄が増えて5万オーバーの貯金が僕ら今。おで僕は、うん、おそらく1回目と2回目どっちも1万円負けぐらいなんですよ、うん、増えてる増えてるんですよ。増えてる増えてる。だからこれがね逆に1回目と2回目の増えた分を普通に、はい、持って帰ったとしましょう、うん、これ残ってませんから。そうですね、うん、おはようございますって言った時にもう忘れてない。ないないない。絶対いい意味で悪い意味でも忘れてんすよ。もう絶対って言っちゃう、うん、ただお財布の確認だけはしてくださいね。俺やられたって言いますもん。多分あると思うんだよね。いや信じてますよ、うん、先生。絶対とは言えないけど多分あると思うんだよ。なくしました、うん、絶対どうしましょうじゃないですからね。絶対誰にも見つからない場所に隠したから多分ある。いや信じてますから、うん、そこはね、うん、また来月はまた帰ったら今日は、はい、即座に確認します、はい、ただ立派だと思うよ。増えてるもん。まあ、リカバリーできましたしね今日うまく。そう増えてる増えてる、うん、あでも今日はトータルで一応負けか2人で言ったら。そうっすね、やや負けぐらいか、やや負けぐらいか、はい、あただまあ前回のも合わせると2人のトータルがプラスで推移してるうちは、うん、いずれにしても健康体なんですよ、うんうんうん、溜まっていくと最終的に帰ってくる分を最終的に帰ってきても結果マイナスだとちょっとあんま具合悪いんですけど。そうっすね。ただ増えてますから、はい、そこが一番大事なんじゃないかなと思うんだよね。そうですね、うん、で2万投資の1000枚みたいなのを続けていくとやばいってことですね。そう
それは あんまりよろしくない、うん、まあまあ良かったですよ、1500枚出してくれましたから。いやこのルールになってから、うん、結構出玉的にはいいんで、あって2回でもう4500枚、はい、600枚流してるから、僕らの体に合ったルールだと思いますよ。そうそうそう、はい、お互いの年を気にしなくていいっていうのがね、うん、これがなんていうの、不仲にならずに済む確かに、うん、まあ自己責任というかね、うん、合わせ5000枚とかやりたいですね。続けてるうちにあるんじゃない、はい、この感じだとありそうな、2000枚2000枚ぐらいのことは、はい、ただ過去多分あったことはないけどねだからね、あんま大きなこと言いましょうやめましょう、はい、初心に帰って一歩一歩合わせ合わせ2万ぐらい、そうだね、合わせ1000枚1000枚ぐらい、ね、その感じでやろうと思いますんで、はい、いい感じです。まあまあ、じゃあまた次回ですね、はい、お近くの皆様におかれましたらですね、はい、出す日が重要です、遊びに来てください、ぜひぜひお願いします、はい、さよなら、さよなら。